はい、どうも獣医師のおぶきです。今日のお題はですね、親猫が子猫に、道の渡り方、道路の渡り方を教えるのっていうお話ですね。まあ、なんかこの前ね、夜間救急の診察でまあそんなことをね聞いたんですよ。お母さん猫がね、外にいる猫、野良猫が、お母さん猫が子猫に、道の渡り方を教えなかったからこの子は車に轢かれちゃったんだっていうふうなことをおっしゃっている、飼い主さんが いらっしゃったんですよ。初めて聞いたんですけどね。結論から言うとですね、私とあともう一人ね、他にも獣医師がいたんで確認を取りましたが、外猫さんの親猫、猫同士で自分の子にその道路ね、車がビュンビュン行っているその道路の渡り方を教える教えないっていう話があるのかっていうのをね、確認したところですね、私よりも真面目な獣医師もいやそんな話はないだろうっていうようなことを言ってたんでね、じゃあそうだろうということでこのねチャンネルでも言おうと思ったんですけど、外にいてもともと外にいる猫だったら母猫がね、道路の渡り方を教えてくれるんでしょっていうふうな方がいたんで言いますけど、そんなことはないと。そんなことはないし、親猫だって車に轢かれるし、子猫、その子供だったらもう普通に轢かれるし、猫はね道路の渡り方云々っていうのはみんな分かってないですから、そこをね、勘違いなさらぬよう皆さん注意してくださいよっていうのはお話ですね。最近多いですね、外で車に轢かれちゃったっていう猫さんが結構多くて、でね、もう立て続けに来たんでね、なんでこんなことになったんだろうかなって聞いてみたら、やっぱね普通に外に出してて、猫はね道の渡り方を知ってるでしょみたいな話だったんで違うよっていうようなことを言ったんですけどね。でしかもそこのお家はね、母猫が外にいるっていうから、避妊手術してないのって言ったらしてないっていうし、この子猫たちもしてないっていうから、ちゃんとしましょうねっていうようなお話にしましたけどね。そういう感じの意識の人がまだまだいっぱいいるから、外の猫さんも減らないし、外で車に轢かれちゃう猫さんも多いし、っていうような、感じなんですけどね。このチャンネルでもね、猫を外で、出さないように、外で飼うの危ないよっていうのをお話をしても、やっぱり一定の確率でね、猫を外に出さないとダメだとかね、猫を外に出さないのはかわいそうっていうのは、ポリシーの方も、中にはいらっしゃると。そこに関してはね、私は別に人の考えを変えようとか思ってないで別にいいんですけど、ただ車に轢かれる可能性があるよってことと、その親猫、子猫同士でね、道の渡り方を共有するなっていう話は一切ないよっていうのが、今日言いたいことですね。仕方ないんですけどね。もう知らない人は知らないし、ね、猫を外で飼わないとっていう、最初からそういう環境でいればね、それが普通になっちゃうんでね。でもせめてね、避妊と去勢はしてほしいですね。不幸な猫さんが増えちゃうからね。事故でね。事故で加担しないとか、おかしくなっちゃったとか、ぐらいはまだね、いい方なんですよ。もうぐちゃぐちゃになってね、道端で転がってる猫さんね、もうこの埼玉の北部だと結構いますけど、大体車に轢かれると一発でアウトになってしまうことを覚悟しなきゃいけないんでね。この前 LINE された、その轢かれた猫さんも、やっぱりね、残念でしたけど、病院で亡くなってしまいましたけどね。そういったことがあるんでね。普通にこの、チャンネル見ていただいてるね、猫の飼い主さんに関しては、極力、猫さんは家の中でね、管理してもらえたらいいかなというふうに思いますけどね。いろんな病気外にありますからね、危険もありますし、だから、そこだけは気をつけてください、というようなお話でした。このチャンネルはですね、主にワンちゃんと猫さんの医療に関する情報を発信するチャンネルになっておりますのでね、もしよければ次回この動画もチェックしてくださいと。今日の動画で言いたかったことはですね、猫、親猫
が子供、自分の子供の猫にですね、外の道路の渡り方をね、外で生活している猫さんたちの場合、親子でその道路の渡り方を共有する、あるいは親猫がちゃんと正しい渡り方を教えるんですかっていうようなお話なんですけど、教えませんというようなお話。親猫もその子供の猫も等しく車に惹かれますよというようなお話でした。はい、じゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。